どうもかげやんです今日はですね、えー、恩返しリストを作るということについてお話ししたいと思いますちょうどね昨日なんですけども僕がこれ作ってたんですね恩返しリストですね恩返しリストをつちょっと作っててこれはね、非常に楽しい作業というか、えー、自分がねこう自分がもうちょっとこう経済的に豊かになって 今でもできることに関してはやっていきたいと思ってるんですけどもその時にねこうお世話になったなとかこう感謝してる人とかいうのをこう自分の中で探してですねあ,あの人に恩返ししようっていうリストを作ってるんですね今ねほんで、えー、僕やと石山に2人いたりとかですねそういう子にこう,こういうふうにしようと自分が経済的に豊かになったらこうしようでそれまではこういうことをしようとかいうことをこう考えていくんです。ほんで 誰々って名前を書いて横にこう例えば金額これ,これだけをこう,こういう形で、えー、渡すとか、えー、こういうことをするとかですねそういうことをこう横に書いていってですねでこう並べていくとですね、えー、いろいろこう出てくるんですけどもほんで、えー、その状況状況によってまた変わってくるとは思うんですけども今んところ大まかにですねこういうことをしてしたいなというふうにこう考えていくんですねそうすると結構こう え楽しいこう気持ちになりますねよしもっとこう稼いでこう恩返し行ったろうみたいな感じでねほんでこういうふうに思うというのはすごくえーおすすめできるかなと思いますね恩返しリストを作るということですね。 で恩返しリストを作りながら思っていることはですね例えば僕はお酒が好きでですねリカーマウンテンにお酒を買いに行くんですねでお酒を買いに行くんですけどリカーマウンテンやったらどこでもお値段一緒やしどこでもいいやんと思うかもしれないんですけど僕は違うんですね僕はその瀬田の大江店あの大江店に行くんですでというのはですねそこの、えー、店員さんですね、えー、女性の方ですねが、えー、こう愛想よくというか僕ちょっと 軽くでしゃべるというかそこまでしゃべらないですけどもでこう、えー、気さくにこう返,事を返事というかこう会話してくれはるんですね。で あのー、そういうのがこうありがたいというかねこうちょっと喋ったらこういうふうに返してくれたりっていうのがあってですねえんなせっかくその方がおられるリカ、えー、マンに行こうとでもちろん僕はもう基本的に木曜日に買いに行くんですけども、えー、おられないこともあるんですよね。でおられない時はおら,おられないでしゃあないんですけどもで、えー、そういうご縁というかねそういうことでですねそういう愛想の言い方とかね自分,自分が気分よくこう。 買い物ができる方っていうのはね、しっかり覚えておいてですね。で、そういう方を。 え目指してととといいううううかそういうことを行こ行例えばこうなんであったら、えー、こうなんで分からんことがあった時はこういう人に聞こうとかね今のところちょっとまだそういう方は見つけられてないこうなんでは見つけられてないそれを言ってる回数が少ないんでね、えー、とこれからどういう方がそういう方が来られたらその方に積極的にしゃべってこう仲良くなった方がいいと思うんですよね買い物しててもねだからそういう方をこう一つ一つこう店で見つけていくっていうかね、えー、そういう形をしていく作業というかそういうのも楽しい。でそれが、えー それは恩返しというかちょっとその恩返しの中に入るんかわかんないですけど例えばそのどうしてもねえ旅行行っててその。 瀬田の店でで買買えへん場合は違ううリカマンで買うそれやったら同じリカマンで買うとかほんでリカマンどうしてもなかったら違うところでコンビニで買うとかいうのはあるかもしれないんですけどもそういうことを僕は大事にしていくというかそういうだからコスモス言ったらコスモスは、えー、店員さんみんなこう愛想がいいんでねそういうところでこうあのー、どういうんですかその。 コスモスモを使うようよにするるとなるべくで何か同じものがあって同じ値段少々高くてもこっちの方がいいとこの店員さんのこの何ちゅうかこう愛想の良さだけじゃないですねそのプロ的仕事というかねそういうものを感じる人とかいうところにはやっぱり行こうというふうに思ったりとかですねで居酒屋であったらですねえーま,あまあ石山の救急という居酒屋があって僕の一つ下の後輩がやっとるんですけどもやっぱりそこへこう なまあ新しいまあまあ食事のことなんでいろんなお店行って楽しむっていうのも一つの手なんですけども、えー、基本的にはそこへ行くまあ一人で行く場合はそこへ行くかなと。でセタでもね、えー、そういう店を見つけたいんですけど今のところはちょっと見つかっていないと。 まだ誰か連れて行ってもらって紹介していただいてで仲良くなれたらまあそういうところにも行きたいなと思ってるんですけどもなかなかその見つかっていない状態ではあるんですけどもそういうねなんかねその,その場だけねなんかこう愛想よくしてるっていう形だけじゃないもんをこう感じれた時にねそしたらそのお店にちょっと行こうかなと思ったりもしますしねで自分の商売にもこう取り入れて。 行くところ参考になるところもあったりとかですねいろいろこう勉強になるとでね特にね女性の方でねこう柔らかい雰囲気を持ってこう対応されてる方っていうのはね、えー、僕なんか絶対勝てへんなというふうには思いますそのけどもなかなかね女性のそういうほんまに持ってるそのちょっとねこうピリピリした女性っていうのはちょっと苦手というかその。 あ全然参考にはしないんですけどもその、ね、柔らかいねこう雰囲気を持った女性女性の接客それをこう真に受けると「あ俺これ出したいけどこれはどういう雰囲気どういうエネルギーでこうなったどういう考え方どういう行動をしてなったのかな」とか思ったりはするんですけどもなかなかねそのそれを身につけ男性でそれを身につけられるとですねあとはもうかなり強い状態に。 男性でというかその女性はもうそれだけですごいんですけどもその男性僕ですね僕がそれを身につけられるとですね、えー、それはそれで大きな武器になってくるかなというふうに思いますけどもこれもね、えー、言うたらねその商売をしてる時だけそのそういう対応するんじゃなくてね 日常すべてのところで同じようなことをするという状態ですねその、えー、例えば売り上げが上がるからこうするっていうことではなくてですねその心からというか心からですねその動いていくその、えー、本心っていうものがどういうものかっていうのは僕ちょっとね、えー、今こういろいろ考えてて分からないところはあるんですけども自分のその心から心という言い方をしますけども心から動いてるもんがその えー、その売り上げを上げるために動いてるもんでも最初はいいんかもしれないんですけどそうじゃなくて自分が本来持ってるもんとして動いてる中でそれも商売で出せていく状態、えー、そういうもんをこうコツコツと作り上げていくということですね自分形成で,ですね僕は体作りも今してますけども体作りとその心の使い方心の使い方心を道具として使う場合にですねその心の使い方もこう大切にしていくと。 あので一つ一つ積み重ねていってそういうものを作り上げていくということをしていくということですね、えー、そういう、まあ、ちょっと今話がそれましたですけどもですねそのねだから今日はだから「えー、からご、えー、恩返し」ですね 恩返しリストを作るということでそういう人であったりお店であったりねこういうところでこうあ,りがたいとありがたいというかこう嬉しかったりこう気,気分良くさせてもらってたらここを使おうという形をとるということですねでそ,ういうのがそういうのを背負ってんのがこう店員さんであったりしますんでなかなかこう本当はね、えー、プロフェッショナルでこう動いてはるっていう人は結構すごいなとこっちがあの やるなというふうにこう思わせてくれる、えー、男性なんかでもねそういう方おられるんですね。あのでそういうのを見るとやっぱりそのいいなというふうに思いますしやっぱりほんなそこの店で使おうその店員さんを目的でいこうというふうに思ったりするんですよね。うんでえー、ということで、うん、ちょっと話がちょっとバラバラ飛んでますけどもまあそういうことをこう考える。 恩返しリストを作ることによってですね、えー、楽しい気分になりますしやっぱり どううううせそその例えばお金をこう稼いいいだりととかですねえそういうことっていうのは自分のために使うっていいううののはねねそんんななにになですよ、ね、自分のために使うことってそこまで僕その物欲というかそういうのがあんまりないんでないんですけども人のためにとかですね家族のためにであったりとか兄弟のためにであったりとかですねそういうことに使える、えー、自分がそういうことに使える状態に持っていくことはやっぱりいいかなと思ってるんでそういうふうに使えるようになるその楽しさをねこれから楽しみにまあて 待つという活動は動きながらね作っていこうかなというふうに考えております。ということはです,ですね今日は、えー恩,返しえー、恩返しリストを作るということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます